からもう聞きにくいんですよ。ああ、じゃあもうこういう動きだよね。まあまあそれはそれでいいんじゃないの。うん、じゃあもう全然今対照的だよね。今投げてる藍園もうすごいっすね。持ってるところもすごいし、うん、ものすごい前ですもんね。で相性いい、藍園とファルズで対戦した。あ、してないっす。してないんや。あ、早くなったね、ちょっとね。うん、やっぱうまいよね。うまいっすね。これ練習とかで一緒する？あ、最近はしてないっすね。あ、ほんと。年も同じぐらいの？いや、多分2個か3個したっすよ。しただ。でもみんな太るよね、でもね。お前は全然太らない。いや、太ったっす。7キロ太ったっす。それでもまだ61ぐらいです。あ、まあ、53やったの？54ぐらいです。うそ。はい、ほんと。じゃあ今こういうテイクバックをこう気にして練習して、でじゃあテイクバックを練習したら、じゃ あの手はそのまままっすぐポンと出るってこと？そうですね。もうここがスタートが一緒だったらやっぱ安定すると思うんですよ、うん、これが僕もうここになったり短いことが多いんですよ。でもさ、それだからってあの入らないってことになるわけ。ちょっと力が伝わりが弱くなるんですよね。こっからのあれとこの辺からになるんで、ちょっと短くなって、うん、短くなる、ね。じゃあそれを、ま、気にせないかんわ。いや、その一歩を越えたいなっていう壁ですけどね。だからそれが全部テイクバックに集約されてるわけ。あとはテイクバックも大事なんじゃないかなと思って。もちろんフォロースルーとかも大事ですけど、そうだよね。やっぱ見てたら上の人たちやっぱ安定してるんですよね。いや、そうです。もうダーツも安定してほしい、フォームも安定してほしい。フォームが全然安定してないんで、うん、あ、でもフォームを安定させたいと思ってないと思うよ。あ、トップ10ぐらいは、うん、やっぱり感じとうのはフォロースルーとメンタルと思うけど、テイクバックっていう話はあんまり聞かない。でも今、例えばレーティングで言ったら大体どのくらいキープできてる普段、ま、落ち着いてるのは21ですね。21ということはどのくらい、34号の 4.2 とか。34号の 4.2、 それがブル、それとも60、30。あ、もうどっちも使ってます。あ、まあ、それやったらやっぱりよく言ってベスト8のスコアですね。俺こう見ようけど、だいたいトップのスコアって、トップベスト8とかベスト8以上のスコアって言ったら、だいたいクリケットで4点後半で、だいたい0-1でやっぱ40弱ぐらい、37、8。まずそこの絶対値を上げれるようにやっぱ練習していかないと。でさっきヤンマーさんとか見よったんですけど、うん、やっぱ僕初戦が特に弱いんですよね、うん、初戦からはもうバチバチですもんね、うん、やっぱ初戦からやっぱりバチバチじゃないとパーフェクトには残っていけんんですね、うん、今1日どんぐらい練習してる？まあその店にいるからですね。まあ投げてるの多分1時間ちょいか2時間ぐらいと思うんですけど、でももう1時間練習したからとか5時間練習したからっていう問題やないんですね。もうそのパーフェクト上位行くっていうのはもうその練習量とか時間じゃなくて、もう自分がどういうメニューをこなしてどうやって作り上げていくかや。今年の抱負